じゃあ魚あげる。おう。どんだけおったんや猫。よし、一回セーブしましょう。うん。ちょっと待って、今ボタンを確認してます。 X がキャンセルだよな。そうだよな。ヘイ。うわー、なんかここ覚えてんな。ゼンマイ仕掛けの植物、植木鉢に小さな双葉が生えている。ほーん。うっ、汚ねえなこいつ。舌が動いている。おい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 、毒性の唾だったか。アンバランスな箱、そりゃそうだろ、そんなガタガタなら。忘れた頃に思い出した。橋に注意だったっけ。確かこれ端っこ歩いてたらダメージ受けなかったっけ。えいえい、うわお、これもやべえな。ちょっと待って、今 HP を回復したいんです。私猛進注意やば。ちょっと待って、HP を回復したい、 HP を回復したい。見て、あの HP 画面。あ、よかった、あったわ。バラの色のくすみ具合がやばい。水の入った花瓶がある。赤いバラを生ける。お願いします。おお。で、あれか、 HP 全回復する代わりに水はなくなるのか。でもこれで、あの猛進注意の唇調べられますわ。あれ、あ、ゼンマイだ、ゼンマイだよねこれ。手に入れるんじゃなくてここで回すんだね。ハロー。あ、はー、痛い。はい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 、んなことしてきたな、そういえばこいつ。この釣られた男、釣られた子供は、まあ、一体何なんだ。天井から人形がぶら下がっている。人形か。わ、落ちた。あれ、こんなところに双葉の形の、いや、ちょっと待って、ちょっと成長した。こんな形だったっけ。やばい、2分前の記憶も忘れてるんですけど、私忘れた頃にどころの騒ぎじゃねえんだけど。で、これで回したらどうなる。回します。どう。あ、大きくなってる。これはわかる、これはわかる。あんな青い点なかった。枝の先に小さなつぼみのようなものがある。セリフも変わりましたね。舌が動いている。あ、はあ、はい。嘘つきたちの部屋。あー、これね。仲間外れが一人いる。これどれだっけ。この辺りまでやったんですけどね、 YouTube で。 F の6、そこが正しい場所さ。これ確か向こうになんか、あー、そうだそうだそうだった、そうだった。F の6、そこが正しい場所さ。 B の2、そこが正しい場所だよ。白い服が言ってることは本当だよ。本当どこと言ってるのは緑の服だけだよ。 C の5こそ本当に正しい場所よ。木の服に同意。確かこれの謎解きって、嘘つきたちの、嘘つきたちの部屋っていう題名で、仲間外れが一人いるだから、みんな嘘つきで一人だけ本当のこと言ってるやつがいるってことなんですよね。ってことは、全部逆のことを考えればいいんですよね。F の6、そこが正しい場所だって言ってるやつが間違って、嘘ついてる可能性があって、で、B の2って言ってるやつも間違いだの可能性があって、で、白い服が言ってることは本当だよっていうのはこれ嘘だとしたら、白い服が言ってることは嘘だよってことになるので、よいしょ。で、C の5こそ本当に正しい場所よって言ってるんですが、もし、木の服に同意。木の服に同意。こいつか。本当のことを言ってるのは緑の服だけだよ。ほんまか?でもこれ嘘つきたちの部屋の一人だけの仲間外れを調べないといけないから、これ仮に緑の服の人が本当のこと言ってるとしたら、
こいつの言ってることは嘘になるから違いますよね。だからこれどれだったっけな、もう忘れたな。確かね、こいつは茶色の服のこいつが正しいんですよね。あ、だから嘘ではなく正直者ってことですね。そうそうそう、なんだっけ、その黄色と青と赤の3人は場所を教えてなくて、緑、茶色、白色の服の3人をどうか、賛成してるか反対してるかしか言ってないんですよ。だから唯一緑の言っていることは本当だよとか、白い服の言っていることは本当だよっていう情報を与えられていない茶色こそが真の正直者なのではないかという説ですね。 B の2、そこが正しい場所だよ。ではやってみましょうか。 B の2、剥がしてみる。ほらな、床の穴に双葉の形のネジが刺さっている。回します。おう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 、みんな武器持ってる。嘘つき、絵が、嘘つき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 。おいおいおい、ここじゃあれか、嘘つきたちの部屋だから、嘘つきだらけすぎて正直者のあいつこそが本当の嘘つきってこと。あ、なんか何言ってるかも分かんなくなっちゃった。まずいな、ハサミで切ってるこいつが一番やべえやろ。一番猟奇的な感じするわ。おっと、間違えた。お、レースのハンカチ。お母さんからもらった大事なハンカチ。赤いバラの花。真っ赤な本物のバラ。作り物のような美しさ。本物のバラなのに作り物のような美しさなんだ。なるほどね。お、実がだいぶ大きくなったかな。植木鉢の木に青色の実がなっている。取る。レパソシレー。うい、忘れた頃に。あっぶねー、ほんまに忘れてたわ。青い実あげます。青い実をあげる。うまい、これ。お前気に入った。ここ通す。俺の口の中くぐっていけ。マジかよ。おう、これ、あれ、ギロチンの絵だみたいな、ないんか。あ、イブちゃん、あれかな、ギロチンっていう概念知らない可能性あるな。これね、弾頭台って言ってね、ギロチンって言ってね、あの刃が上に上がって最後落ちてくるんですよ。ほらな、そうやと思ったわ。お、おい、やば、え、雰囲気変わったぞ、ステージの。いぶき、かわいい息吹だな。これ確かここ入れたっけ？入れましたね。うん？え？何かを、何る、何々。そんなわからんことある？なんだろう。よし、じゃあここ突破したんで、ここでセーブです。セーブしたよね？したな。これセーブをした時もキャンセルした時も鉛筆のチャチャって音がカリカリって音がするから、どっちかわかんないんだよな。あー、ここあったわ。確か額縁に引っかかった女の人が追いかけてくるところじゃなかったっけ。まだら模様。うん、うん、あ、うんか、あーかな。あ、だよね、女の女性のあうん像ってことなのかな。あれ？この人の煙、ハートになってない？かわいい。タバコを吸う。多分、紳士でしょうね。これ確か心臓のことドクンってなりますよね。心の音。いや、覚えてるもんだな。心の傷。赤い服の女。はい、来た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 。あー、で、そこに鍵があるんか。ちょっと早くなった？
結構綺麗に描かれてるな。結構目がランランに目がいってますね。おっと間違えた、危ない。こうか、赤の鍵を使った。おお、あ、ここ覚えてるわ。やべ、めっちゃ開けようとしてる。でも残念だったな。ドアノブに手が届かないやろ。キャンパスの中の女たち、ここの女性はすぐに人のものを欲しがる。目をつけられると大変迷惑である。何しろ彼女たちは自分が満足するまで執拗に追いかけてくるからである。どこまでもどこまでも弱点があるとすれば、彼女たちは自分で扉を開けることができないことだ。本の間に文字が書かれたしおりが挟まっている。たのしい？楽しくねえわ。いや、逆に楽しいよ。うん、逆に楽しいよ。非現実的な世界に行けてるからね。世界の美術館、いろいろな美術館の写真が載っている。参考にしたのかな。動く絵本出たー。動く絵本作絵 XX、 うっかりさんとガレット・デ・ロワ、クレヨンで描かれた絵本のようだ。これ覚えてますよ。うっかりさんとガレット・デ・ロワ、逆にこのイブっていうゲームでこのガレット・デ・ロワっていう言葉覚えたからな。これ当時見てて衝撃だったな。これ子供みたいな絵がこの猟奇的なやつとめちゃくちゃマッチするんだよな。はい、で逆に言うとここってパパの書斎なんだ。逆に言うとね、永遠の恵み。お、すごい、何回も行けれるんだ。布の下の丸々、バラとあなたは一心同体かな、多分でしょうね。命の重さ知るがいい。花瓶に水は入っていない。そのバラ朽ちるときあなたも朽ちてる。前も見たよそれ。ん、青い花びらが落ちている。青い花びらが落ちている。床に血のようなものがついている。青い服の女、青い服の女いなくね。これ本当けどあれですね、ズーム機能がついたわけで本当にこういう血とか青い花びらとかが視認しやすくなったら本当に便利やわ。はい、鍵がかかっている。窓は曇っていて中が見えない。はい、じゃあしょうがないんで、あれ珍しい扉がない。おうおうおう、行ける山。誰かが倒れている。声をかけてみる。う、痛い。苦しそうにしている。軽く肩を叩いてみる。とても苦しそうにしている。観察してみてもな。ん、よく見ると男の人の手に鍵が握られている。取る。こいつ唾ペッて出してくるやつじゃん。はてなはてなはてなの絵画。あれ、これもしかしてなかったっけ、あそこに。表表ってていいんか知らないけど、ギュルテナ店に。頭がない像がある。これ無個性ですよね。覚えましたよ。この鍵で、ここだけなんで扉ないんだろう、珍しいな。ほい。
開ける。おお、早い。お、お、早い。そかそかそか。あれ、あ、帰って、入ってこれないのか。あ、ちゃんと椅子あるわ。あった。花びらが少ないバラが落ちている。青いバラの花を手に入れた。これで額縁の女たちはドアを開けることができないって言ってるから、ドアくぐれば安心だぜと思ってたら、ドアは開けれないけど窓は壊せるとかいうわけわからん謎理論で飛んできたってことですね。おお、早い。ほんで早いんよこいつ結構。でも扉開けれないからここで終わりと。では青いバラをいきます。これで、あの人が元気になるでしょ？あら？苦しくなくなった。ん？うわ！な、今度は何を？もう何も持ってないわよ。今、イントネーションおかしかったな。あれ？あんたもしかして、美術館にいた人？そうでしょ？ああ、よかった。私の他にも人がいた。そっか。じゃああんたもどうしてこんなことになってるのかわからないのね。私の方も大体同じ感じよ。おまけにこのバラ、花びらちぎられると自分の体に痛みが出てきてさ。さっきは死ぬかと思ったわ。取り返してくれてありがとうね。で、とりあえずさ、ここから出る方法を探さない？こんな気味の悪い場所ずっといたらおかしくなっちゃうわ。そういえばまだ名前聞いてなかったわね。私はギャリーっていうの。あんたは？イブ。イブっていうのね。子供一人じゃ危ないからね。私も一緒についてってあげるわ。行くわよ、イブ。ああ！今のはちょっと驚いただけよ。ほんとよ。とにかく、こういう変なのがいるから気をつけて進むわよ。かわいい。ギャリーさん来ましたね。いいで話しかける。とりあえず出口を見つけるまでよろしくね。これ確か、ギャリーさんがいてくれると読めなかった、あの漢字が難しすぎて読めなかったやつを読ましてくれるんですよね。確か、確かね。生きる山。あ、ここら辺は、あ、これだこれだ。はてなはてな。どうしたの？あ、これのタイトルのこと？抽象的な絵画ですって。やっぱ抽象的、あ、抽象的だったか。 OK。 ま、難しい字くらいなら私が教えてあげるわ。まあ美術館にね、行くような人ですからね、多分教養がいいんでしょう。なぜか岡間区長ですけど。永遠の恵み。これで、ちょっとめんどくさいけど入ってみましょう。ほい。布の下の廃村。なるほど。あ、お、あいつまだいるじゃないの。早く逃げないと。でもごめん、勘定してください。バラとあなたは一心同体、命の重さ知るがいい。そのバラ朽ちるときあなたも朽ち果てる。ああ、嬉しい。全部わかる。窓が割れている。青い服の女、これも一緒か。あ、やべ、これ、これやっちゃったか、やっちゃったか、やっちゃったか。いや、ああ、いけたいけたいけた。デビルバッドゴースト決まったわ。じゃあ、こっち側の部屋も行ける？ちょっと気になるんですよね。これなんだっけ？これ、これ、これとか。キャンバスの中の女たち。ここの女性は、あ、大変厄介であるか。で、執拗に追いかけてくる。はいはいはい。キャンバスの女、私のバラを奪ったやつだわ。でも自分で扉を開けられないって書いてあるわね。つまり別の部屋まで逃げ切っちゃえば追ってこれないってことか。これ、覚えた方がいいかもね。いやもう必修科目っすよ。この部屋最初入ろうとしたんだけど、は、開いてなかったのよね。イブが反対側から来て開けたのね。すげえ、ちゃんとセリフあるじゃん。すごっ。先ほどの音が見当たらない。結構あれっすね、凝ってますね、ギャリーさんのセリフ集。じゃあここは、やっぱ紳士だったか。ちょっと見た？あの絵の女、ここにもいるわよ。あの絵に追いかけられただって、あんたも同じ目にあっていたのね。でもね、こっちの赤い服の女はね、ちょっと遅いんですよ、スピードが。だから、多分イブでも逃げ切れた。あ、また間違えた。心の傷。まあまあまあ。で、これ何模様なんですか？クジャク模様。あ、ほんとだ、クジャクの羽だわ。ほい！じゃあここは？ここは？これ全然読めなかったんだけど。魂をすする群衆。はあ。こんな状況じゃなかったら秘密基地みたいでワクワクしたかも。
え、もしかして部屋ごとになんかコメントあるこの人。じゃあちょっとあのギロチン部屋まで戻っていいっすか。なんていうんこれ。さすがにここはもうないよね。すごい亀裂。何かが落ちてきたみたいだけど、上には別に何もないわね。あるんだ、すげえ。めっちゃ喋ってくれるやん、ギャリーさん。じゃあここは広い場所ね。迷っちゃいそうだわ。すげえ、全部言ってくれる。すご、ちょっとこれ。お、枝の先がくるくるしてて面白いわね。何の木かしら。すごい。全部コメントしてくれるやん、この人。この人形についてもなんか言ってくれそう。やだ、何これ。人形が吊るされてる。これがいわゆる前衛芸術ってやつかしら。私には理解できないけど、すげえ、全部言ってくれるやん、これ。これ制作者さんめっちゃ頑張ったな。ギャリーだけで楽しめるんだけど。じゃあここは？うわ、何が起こったのこの部屋。まあ確かにその通りなんですけどね。寄り道もいいけどほどほどにね。すいません。いや、ギャリーさんがいろんな場所でコメントしてくれるからっすよ。逆に逆走しちゃってるよこの部屋。ゲルテナ店を。うわ、壁に目がある。何あれ。え、猫。そう言われれば猫に見えるかな。すごい、ここにもコメントしてくれるんだ。ここは椅子が動いてくれてたけど。気をつけて、今何か動いた。え、知り合い。鍵を取るのに協力してくれたの。そうなんだ、そんなやつもいるのね。すげえな、これ多分逆走できますよ。じゃあここは大丈夫。あんなの避けられないわよ。あー、いやーのやつか、これか。ちゃんとそれもコメントしてくれるんだ。すげえ、これギャリーさんセリフ集めっちゃ楽しい。すいません、戻っちゃってすいません。何この手、意志があるみたいに動いてて気持ち悪いわね。じゃあこっちの部屋は？さ、ここはさすがにないよね。え、この穴が開いてる絵あんたがやったの？なかなか大胆ね。あったわ。やべ、スタート地点に戻ってきちゃった。はい。へえ、あんたはここでバラを見つけたんだ。合流した場所から随分離れてるけど、ほんとよく無事でいたわね。ほんとその通り。幾何学模様だったか。これに関してはタイトルがないんですね。あの絵の女飛び出してこないわよね。すご、まさか全ての部屋にギャリーさんコメントあるとは思わんかった。すみません、めちゃくちゃ逆走してしまいました。すみません、やっと本筋に戻ります。はいはい、頭のない像がある。何これ、邪魔ね。イブちょっと離れててくれる？よっと。よし、これで通れるようになったわ。それじゃあ行きましょう。おう。ん、なんか泣いてるのかな？嘆きの花嫁。嘆きの花婿。嘆き？幸せそうな格好してるのに。確かに、花嫁の左手。花嫁の右手。あれ？花婿の右手左手ないんだ。あ、上に見ちゃったか。いや、何これ、かわいい。よくわからないものが扉を塞いでいる。触ってみる。いって！うわ、大丈夫？これは近寄らない方がいいかもね。でも近寄る。触っちゃったら怒ったから、じゃあ観察するだけ。背中がゆっくり動いている。ぬいぐるみではないようだ。扉の前にいるやつ避けてくれないかしら。いや、ギャリーに、ギャリーさんお願いします。刺されたくないわ。ここ後回しにしない？おお、めっちゃ理性的だったわ。おお、すげえ、ちゃんとギャリーも入ってる。ギャリーさん目がかっこいいんだよな。じゃあ6番目にセーブ。これは？この額